好，Hello， 大家好，我是老师。好，今天接下来《七龙珠》里的剧情是要达尔去追上克林，然后抢夺龙珠。就是克林刚从大长老那边拿到一颗一星球龙珠，然后顺便要打把上波给打败，大概是这样。OK， 那喜欢我们频道的话，频道的 YouTube 频道的主页放在图片，按下订阅，右下角的订阅按钮跟铃铛记得打开，这样我更新影片你可以收到通知。然后欢迎到粉丝页，还有追踪，也欢迎追踪我的 IG。OK， 就这样，好，开始吧，直接进主线啦。話のわかる最長老さんでしたよ。そうだ、ブルマさん、ご飯はどこですか？あいつも最長老さんのところに連れて行きたいんだけど。もう一つのドラゴンボールを見つけに行ったわ。ベジータが襲った村のあたりでレーダーに映ったのよ。え、本当ですか？何？この木はまさか。ベジータ！意外なところであったな、地球人。しまった。強くなったのに浮かれてあいつの気に気がつかなかった。それにベジータはスカウターとかいう機械をつけてない。ベジータも木を探れるようになったのか。その大事そうに持っているドラゴンボールを見るとどうやら目的は同じらしいな。いいか、俺にはそのボールをいただく前にすることがある。だがそいつを持って逃げようなんておかしな気は起こさん方がいいぞ。え、来やがったな。ずいぶん舐めた真似をしてくれたな、ベジータ。貴様のおかげでフリーザ様の私に対する信用はガタ落ちだ。もう一度半殺しにして貴様の奪ったドラゴンボールのありかを喋ってもらうぞ。やってみろよ。降臨やつめ。やはり油断してやがる。私から逃げられると思うな。随分と体力が落ちてるんじゃないか、ザーボンさんよ。あんたの死はもう近いよ。死は近いだと笑わせるんじゃない。私は貴様より戦闘力が高いんだぞ。貴様が私に勝てるわけがない。サイヤ人は戦闘種族だ。舐めるなよ。舐めるなよ。くらえ。バカな。はっ、消え去れ。捕らえた。死にかけた俺を治療してしまったのはまずかったな。そうだったろう。サイヤ人は死から立ち直るたびに戦闘力をどんどんと高めることができる。そうか。そういえば悟空も激しい戦いのたびに強く。さてと、どうする。おとなしくそのボールをよこす気はないのか。こいつを渡せば おとなしくここから消えてくれるか。
まあいいだろう。ドラゴンボールさえ手に入れば、ザコなどと遊んでいても意味はない。これで俺はフリーザに代わって全宇宙を支配することができる。永遠の命を手にするのだ。7個全部揃うもんか。頼むぞご飯、ベジータに見つからないように帰ってきてくれ。クリリンさんたち大丈夫かな。早く戻ろ。敵に見つからないように気をつけなきゃ。OK， 好，这是我支线剧情吗？没有。好，我们慢慢回去吧。那何か来る。ベジータ、急いで隠れなきゃ。どこかに隠れられそうな場所は？ん？前方に強い戦闘力が突然。いや、気配が消えた。バカな。何者だ？さっさと姿を見せんと、この辺り一帯を吹っ飛ばすぞ。待って、僕だ。ほう、カカロットの息子か。ドラゴンボール、まさかそいつは。プレゼントされたんだ、貴様の仲間のツルツル頭にな。お前、クリリンさん殺したな。そうしてほしいんなら、今から引き返して殺してやってもいいぞ。え？感謝しろ。すべてのドラゴンボールが集まった祝いに生かしてやった。すべても？あ、その手に持っているのはなんだ？え、これは時計だ。そんなでかい時計しか作れんような科学力でよくこんな星まで来れたもんだぜ。ところでカカロットの野郎もここに来ているのか？来てないよ。そうか、そいつは残念だったな。地球に戻ったらカカロットのやつに伝えてくれ。今度こそ必ず貴様と地球を吹っ飛ばしてやるってな。助かった。クリリンさん、ご飯。クリリンさん、これ見つけたんですよ。やったぜ、そいつを待ってたんだ。ご飯くん偉い。実はさっきここがベジータに見つかったんだ。急いでこの場を離れないと。大体はわかります。僕もベジータに見つかっちゃって。え、このボールはなんとか隠したので見つからずに済んだんです。お前もラッキーだったんだな。とにかく急ぎましょうよ。ない、バカな。あの崖にあった場所はここと地球人のいたところの直線上だった。しかしボールをどうやって探し、あのガキが持っていた機械、あれは時計じゃないな。あのガキども、舐めやがって。許さんぞ。くそー、消えやがったとか。地球人どもめ、生意気な真似をしやがって。やつらもこっちの持っているロックをいつか必ず狙ってくるはずだ。その時こそ覚えていろよ。最長老様からもらったドラゴンボールを
ベジータに奪われたクリリンたち。しかしご飯の起点によりベジータが7個全てを揃えることは食い止めた。ブルマたちはベジータの怒りから逃れるため隠れ家を変え、クリリンはご飯を連れて最長老のもとへ行こうとしていた。フリーザの切り札、ギニュー特戦隊参上。ちくしょう。はあ。ベジータや奴らに見つからないよう慎重にな。はい。OK， 好，我们这边有很多支线，支线先做一做。金牛的牛是那个牛吗？好像不是哈，不是蜜字旁的吗 ？OK， 好。しやがって。さあ返してもらおうか、俺の隠しておいた星の4つあるドラゴンボールを。一体何のことだ。とぼけていろ、すぐに喋らせてやるぜ。これはすごい。あの力を引き出してくれるって。はい、あなたは凄まじい潜在能力をお持ちのようだ。ただそれに対する抵抗感もおありのようですね。そこから力を引き出すためには少し手間がかかります。すいません、なんとか急げないですか。大丈夫です、いくつか質問するだけです。それであなたの心の力を引き出すのです。心を落ち着けて答えてください。はい。あなたは大きな力についてどう思いますか。そうですね、あなたにとって力とは怖いものかもしれません。ですがあなたはそれだけではなく力の可能性も感じているはずです。では次の質問です。それでは力はどんな時に使うべきでしょうか。そうです、力は必要な時に振るうものです。最後の質問です。あなたは力を得て何のために戦いますか。そうです、それがあなたの戦う理由です。だからそのことを忘れないで心を落ち着けてください。はい。では行きますよ。なんだ、中に誰か嫌がる。ボールを隠したのはここか。待てベジータ、待ってくれ。帰れ、中には入れさせんぞ。死にたいらしいな。ん？この中から強い戦闘力か。そうか、カカロットも来ていやがったか。何？貴様か。なぜ基本パワーが急に上がったんだ。でんで、すぐ皆に知らせよ。得体の知れぬ大きな力がこのナメック星に接近していると。何者かがこの星に
近づいてるって。最長老様が。あ、きっと悟空だ。悟空がとうとう来たんだ。え、そうかな。数が一つじゃないような。一つではないだと。まさか1、2、3、4、5。そったれ、間違いない。この木はギニュー特戦隊だ。フリーザのやつ、ギニュー特戦隊を呼びやがった。貴様ら、この俺にドラゴンボールを早く渡せ。バカ言うな、そんなことできるはずないだろう。約束してやる。俺が不死身の力を得ても貴様らには手を出さん。騙されるもんか。いいか、ギニュー特戦隊ってのは今の俺、いやそれ以上かもしれん。そんな奴らが5人もいるんだ。奴らは最新のスカウターで俺たちをすぐに見つけて殺しにやってくるぞ。道はたった一つしかない。俺を不死身にして奴らを倒すという道しかな。こいつの言ってることは本当かもしれん。確かに邪悪な大パワーが5つ。しかしそれじゃ俺たちは何のために。ドラゴンボールで叶う願いは3つだ。お前たちの願いもきっと叶えられるだろう。3つ？1つじゃないの？早くしろ、間に合わなくなっても知らんぞ。わかった、ついてこい。約束だけは必ず守ってもらうぞ。くしょう、目いっぱい飛ばせ。やっと到着しましたね。ジェイズ、誰だ？ギニュー！みんな揃って！ギニュー特戦隊！待っていましたよ。ありがとうございます、フリーザ様。今回の我々の使命をお教えください。裏切り者のベジータが私の集めたドラゴンボールを奪って逃げました。死なない程度に痛めつけてここに連れてきてください。たやすいご用です。我々のスカウターはすでにベジータを捕らえております。フリーザ様、ご注文のスカウターはこちらに。ご苦労様。では行ってまいります。お前たち準備はいいな。ファイト。ブルマさん、ドラゴンボール持っていきますから。何なのよ今。ベジータもいなかった？ギニューなんとかってやつらはそんなに強いやつらなのか？知りたいなら戦ってみるんだな。もしそうなったら嫌でも思い知るだろうぜ。よう、ベジータちゃん。早い、接近が分からなかった。くそ、もう少しだったのに。おや、もしかするとそいつがドラゴンボールってやつかな。後ろに5個、お前たちが2個。全部揃ってるじゃないか。貴様たちなんとに渡してたまるか。では強引にいただくまでだ、グルド。はっ。うん、なんでくそったれ。
んだが超能力で時間を止められるという噂は本当だったのか。これで7個全ていただいた。あとはお前たちの始末だが、ベジータ、お前は俺が痛めつけてやる。そりゃないですよ、義乳隊長。この前も美味しいところ持ってったじゃないっすか。ずるいっすよ。そうだったか。じゃあリクームがベジータ、グルドはチビ2匹セットでな。なか、俺は優しいだろう。最高っすよ。では俺はフリーザ様にドラゴンボールを持っていこう。これでフリーザ様は不老不死が手に入る。さてだ、グルド、お前から先にあのチビ2匹を片付けちまえよ。ああ、こりゃあっという間に終わっちまいそうだ。よし、行くぞ。木を解放しろ。ただのチビじゃなさそうだな。一瞬で決めるぞ、ご飯。
おいおいおい、グルドのやつやられちまいやがったぜ。困ったぞ。一人かけては特戦隊のスペシャルファイティングポーズは美しくない。義乳隊長に4人でできる新しいポーズを考えていただかねば。なんとかなりましたね。ああ、この調子で悟空が到着するまで粘れれば。甘い夢を見てんじゃないぞ、貴様ら。グルドなど奴らの中でも可愛い方だ。これからが本当の地獄だ。さあベジータちゃん、今度は俺たちの番だよ。他のチビちゃんたちもベジータちゃんのお手伝いをしてもいいからね。やりっこほベジータちゃん、前より戦闘力が高くなってるね。おここまでだ。さあ、そろそろ始めようぜ。素晴らしいですよ、ギニューさん。こんなに早く7個すべてのドラゴンボールを持ってきていただけるとは。フリーザ様にそう言っていただければ光栄です。夢にまで見た不老不死がまさか現実のものになろうとは。さあ始めましょうか。ドラゴンボールよ、このフリーザ様に永遠の命と若さを与えなさい。ん？もう不老不死になられたのでしょうか。いいえ、そうは思えません。何か暗号があるのですね。ナメック星人しか知らない願いを叶える秘密の暗号が。ナメック星人にそれを聞き出さなくっては。お？明らかにナメック星人だと思われる反応が3つ。まだ生き残ってたんですね。では私が行って願いの叶え方を吐かせてきます。いいえ、私が直接聞いてきましょう。私の方が連中の扱いに慣れていますからね。ギニューさんはここでドラゴンボールを見張っていてください。わかりました、お任せください。チェ、どいつもこいつもつまらねえカスどもだぜ。ま、一応3匹ともとどめを刺しておくがな。なんだ今のは。どこの宇宙船だ。悟空だ。やっと悟空が来てくれた。到着、ナメック星に到着しました。早く3人を探さねえと。生きてるよ、クリリン、ご飯、ブルマ。
悟空ついに到着。修行が与えた超絶パワー。ご飯、クリリンもまずいぞ。死にかけている。すぐ近くのでっけえ木が三つ集まったとこだ。哦，元气弹。OK。OK， 没有那个支线剧情。然后悟空的话，哇哦，27等了。好了，这集先到这边了。好。